ほら家でもほら長く住むといろんな思い出がいっぱいできるじゃないですか。そういう感じもあるし、昨日なんか学院さんの目が合うとねやばいんですよ。あの弾いてる人のねこの目が合っちゃうとやばいから、なるべく学院さんの顔の目は見ないようにしてやってたんですけど、でも参ったっすよ、参ったけど、だけども本当にみんなよくやってくれて、お客さんも素晴らしかったし、あのまあもうこんなに言うことないです僕は本当に。
Thank you.
Thank you.
Thank you.